のめさんこんばんは、ソウルロストの達人です。今回ですね、とりあえずあれやな、前回のヤマザノオロチいたところに、なんかもう一回行くとイベントが発生するらしいんで、そこに一回行く。で、アイスマンとかは倒しつつ、ソウルを集める。で、そのソウルで集めたので、そのソウルで、コケバーバーから、猛毒直しを買う、闇村に行く。レッツゴー。え？待って。前回見逃したけど、ここ、はしごあったのね。うわー、なんかいる。あれ？あれ、アイスマンじゃない？アイスマンだな。前いなかったところにアイスマンがいるな。他にはいないな。え、なにこれ化けてるとかそういうこと？イベントってこいつか。あれ？これ少しアイスマンと色違う？あ、違う色が少し。金色だ、金色。はい。はい。あ、でも硬さはそんなじゃないな。少し硬くなったぐらいだね。このくらいならいける。はい。はい。終わり。なんだこいつ、誰だ。あ、So, 'tis thou who rescued me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseal. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I my home, Ulysseal, my hope.Is to pass this profound knowledge to thee with thine approval. Would this be of his? まあ一応必要にしとくか。My heartfelt thanks. Then I shout, engrave my. If thou art in need, seems that my time is done. いや、なんでガニ股になって消えた、わざわざ。なんでわざわざ自分のその女性の部分をなくして最後消えてった？ガニ股はちょっと違うじゃん、それは。サインってことは。人間になってなきゃダメってことか。しかも俺あれだしね。ボス戦では、味方呼ばないんで。初見は。初見というか一周目は。ちょっとここ前見逃してたね、ここ。どこに繋がってんだ。なんかね、コメントで山田のオロチはもう一体いるみたいなコメント来たけど、この上か。4900ソウルか。まあ、猛毒を直すのに、やっぱ10個くらいはやっぱ欲しいよね。食らったら一撃なんだから、終わりなんだから。めちゃめちゃ水流れてるけど、これ落ちたら死ぬよな、きっと。ちょ、危ない危ない。落ちやすいから。あれ？また足ここある。し、アイテムもあるね。待って、おつけ。上からアイスマンが降ってくる可能性が。勇敢な勇者のソウル。オッケー、これは結構、多分3000ぐらいもらえるソウルじゃない？これ。これ大切に使っていきたい。本当に、ここで使わなきゃダメだって時に使いたいね。さあ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 。黒い森の庭、え？え、黒い森の庭？の別ルートか。あれ？橋とこっちがあるけど、どっちから行く？こっちから行く？え？来たことないよね？敵は？いや、来たことない、来たことない。おーっと！パカラッパカラッパカラッ！あい！うわ、避ける。まあ、こいつは、あっと、片手持ちで半分も削れないか。両手持ちで、あぶららら！アップレーな、おい！はい。はい。え、ここどこ？暗い森の庭の新しいとこだな。ちょっと探索するが、まだソウルも足りねえし。おっと、どんどん来るじゃん。お前らどんどん生えてくるじゃん。はいはい。これこれやっぱ前の暗い森とはちょっとやっぱ違うとこだわ。もうちょっとね、弱かった。両手持ちたらワンパンできるぐらいだったのに、全然耐えるからね。怖えな、ここ。橋の先も生きてんだよな。なんだ、なんか変な砦みたいなところあるよ。そこに繋がってんのか、このマップ。おお、なんかいっぱい入ってきたな。痛い。待って、おつけ。ここで死ぬのはよくない。待って、それ一撃必殺、危ねえ。はい、そっか、一撃必殺。うわ、こいつらなんかすげえ攻撃力高くなってない？気のせい。あのアイテム守ってる感じが。じゃあ、あのアイテム、いいアイテム説あるぞ、これ。オッケーオッケー。おいおい、うわ、一撃これとか重すぎー。もう一匹やる。ええ。ふっ。落ち着いて回復。落ち着け。マニ。ダメージ強っ。ああ、くっそー。うわ、やべえ。あそこまで過去類を見ないほどかがり火がないから鬼遠いんだけど。マジかよ。
ちょっとさ、さっきそっち行ったんだけど、今回ちょっとこっち行ってさ、かがり火だけあればさ、それでいいじゃん。かがり火だけあればさ、敵が結構出てくるようだったら、そいつだけ倒して、やっぱさっきのソウル回収しに行けばいいから。うん。待って、なんかいるぞ。なんかでかい虎みたいなのいる。ネズミだ。ダメだ。かがり火ない。帰る帰る帰る。ソウルロストしない。今回はソウルロストしない。絶対俺は。絶対しない。絶対しない。見つかってない？オッケーオッケーオッケー。ソウル回収しに行こう。おーおーおー、びっくりしたー。オッケーオッケーオッケー。全然いい、全然いい。全然一匹だろ、一匹だろ、一匹だろ。ほら来いよ。お前なんて、ガードして両手持ちして2発ついて終わりだよ。オッケー。慎重に。ソウル回収で、まずは、周りは、あのアイテム、あのアイテムだけ取りたいね。もしくはエストミンがなくなるのに痛いんだけど。で、ここでブワッ、あ、3匹で3匹。オッケー。あ、1匹ずつ来てくれんじゃん。余裕。全然余裕。あ、もう、なんでもう1匹来たわ。なんか、待って。ガードして。ここ2発つく。ざまよし、オッケー。オッケー、オッケー、スタミナ回復して。オッケー、オッケー。やべ、何年か後ろにいる。あ、違う、なんだ、これ、なんかついてきてるだけだ。ついてきてるだけかよ。びっくりさせんなよ。はい。よし、よし。おお、なんだ、お前ら、どんどん入るの。やめろ。オッケー、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 オッケー。コンプリート。ミッションコンプリート。これなんだ、この、城みたいなとこは。オッケー、オッケー。おー、東国装備だね。ないかな、かがり火やってくれるとなー。かがり火忍者もう帰りたいね。7800ソウル、これはでかすぎる。ソウルラストを幾度なくしてきた俺からしたらこれでかすぎる。あとはかがり火ワープできないってだけでもう難易度ちょっと跳ね上がりなんだよな。かがり火ねえかな。できるだけ端を歩いて敵との遭遇を減らす男。あれアイテムに見えるからな。あれ光ってるだけの花だからね。あれただのほら。オッケーオッケー、出てきてないな。端を待って、なんかいる。変な人間みたいなのいる。人間みたいなやついる。来いよ。待って、中心はいけないな。中心はいけない。すべてかがり火がないと。あれ、この扉、この扉あれじゃん。あの確かアルトリウスの紋章ってやつがなきゃ開かないとこでしょ。これ至る所にあるのね。あれ待って、これこっちから開かないってことはもしかしてこれあれじゃない、前回の月光町がいた方からここに繋がってる説あるな。これなるほど、それで簡単にここまで来れるよっていうショートカットだね。じゃあやっぱアルトリウスの申しは買っとかなきゃダメだ。そう考えると、まあまだ確定じゃないけどさ。あ、来てる。なんでこいつ消えてんの。こいつドスノリだ。硬いはドスノリなだけあって。うわっ、やばい。これは尻掘るしかねえな。尻掘ろ、尻掘らせろよ、掘らせろよ。トゥー、横じゃない、ビビるね。島後ろに行け。はい、オッケー。掘りが安定だろうな、この敵は。はい、やばい。落ち着け、落ち着け、落ち着け。こういう時こそ落ち着いて対処。落ち着いて、なんだこいつ、回復させる暇は。やばい、こいつ、こいつまさかスタミナの概念失った男か、お前。今おっせんだよ、飲むの。はい、一撃、オッケー。致命、あ、そうか、致命ないんだ、致命ないんだこのゲーム、縦弾きからの。はい、はい。おっと、ドッスンノリで、ドッスンノリで頑張っていく。取れない、致命が取れないけど着々とダメージ与えていく。おつけ、マジでソウルロストなんて勘弁だからな。はい、あ、間違えた、蹴っちた今。オッケー、やっぱリーチが長い分ね、有利なんでこっちの方が。ほら、これがハルバードマンだ。それがお前の体験の。待って、なんか撃ってきてる。うわ、変なのって来たー。こいつは速攻で倒すしかない。やばい、強すぎー。終われ、よし、トゥー。ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな。ここまで来て負けて黙るか。おつけ、おつけ、まだ回復しろ、まず回復。バカ、今、あ、やばい、やばい、やばい、トゥー。ふん、甘えな。今日の俺は
一味違うぜ。おら、あんなでめこそこそ打ち上がってよ。当たんねえよ。オッケー、こいつ両手持ちでいいわ。両手持ちで一気に決める。はいはい、しゃ、おらおらてめ、おらお前、おらお前、今日も俺がソウルロストすると思ったら大間違いだぜ。なんで落とし物しないのかよ。待って、もう一匹なんかやるぞ。何ここ、何なのここ。もうエストミないからな。待って、じゃあ帰る準備して、ピンチになったら帰る。え、待って、なんか仲間見に行ってない？もう一匹いるな。どんな効き方それどんな往復の仕方、しかもあいつアックスマンか。逃げる逃げる逃げるか。かがり火ないか。おお、待て、話せばわかる、話せばわかる、話せばわかる。どうする、広いし、これ敵が多い。まあいい、こいつ雲の盾つけてやがる。お前かぶってんだよ、キャラが、キャラが微妙に。はい、これはこの人型が結構いるってことは、そういう、こういうこいつが普通にいるダンジョンなのか。オッケー、今日うまいな、今日うまい、動きが安定してる。やはりあの前回のソウルロストが相当あの魂に響いてるな。魂のソウルロストだったな、前回のやつは。ちょっともうちょっと欲張るぜ、今回は。欲張る、欲張る。なんかあそこにもあるな、扉。で、橋があるみたいな感じだな。このマップ、ちょっと広すぎじゃねえか。これちょっと広すぎだな、これ、広すぎ。広すぎさんだ、これ。どうすっかな、どうする。待って。キノコが歩いてるけど、そこら辺。あのキノコ知ってる。なんかダークソウル3のまとめサイトで見たことある。ダークソ1の、トラウマにするキノコみたいな。なんかすげえダメージが強いみたいな。見たことあるな。ちょっといっぱい歩いてるから、とりあえず、下降りてみる。あ、でもこっちはもう、アルトリウスの紋章が必要なとこだけしかないか。ないな。一応でも調べてみっか。え、開くの？え、なんで開くの、なんで開くの、なんで開くの、逆に。いや、怖い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 、私怖い、私怖い。え、これボス、ボスだったら帰る、ボスだったら帰る。いや、ボスやんこれ、だって絶対。え、ボスじゃない、いや、ボスだよ、ボス。なんで開いた、ここだけ。なんだこのフェイトみたいな剣の残骸。え、巨人か、このサイズの剣ってことは。わーお、ちょ、ゾイドかよ、ゾイドかよ。シフ、シフって書いてあったな。ふぅ、よし、もうコケババのとこに行って毒のエス買おう。いた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 。あたしのコケって言うとなんかちょっといやらしいからやめろお前。よし、これ、いや10個って言ったけど、いや10個必要じゃん実際のとこ。その場所を通れたとしても1回で済むとは限らなくて、2回目取った時また同じ過ちを繰り返す可能性があるから。いや、じゃあ、ここはじゃあ、7個にしとこう。ん、キャンセルしてたわ。7個 !7 個で手を打つ。そろそろちょっとレベルも上げないとね。全然レベル上げてないじゃん、俺だって。ソウルロストしまくってっからさ。おら、てめえ、おら、てめえ、この野郎、おら。いや、生きてんかい。しかも、ノーダメかよ。どうなってんの、お前。さあ、レベル上げるか。これなんか筋力に振ってる場合しない気がしてきたよ、俺。体力ちょっと振って、あ、1しか振れないか。まあ、もう HP ちょっと増やしとこう、HP を。ちょっとやっぱきつい面があるな。
ふざけんな。えここで毒になっていく。ちょっと待って、普通の毒倒したら、あの木のやつがほら14個もある。オッケー。いや毒でも強えよ毒でも強いよ、本当に危ねえな。おい、あれ、もしかしてここがショートカットってなんかコメントで来てたんだよな。ショートカット逃してますよ、ここら辺の。ここじゃねえか、違う。え、どこ、ここ。あ、ほんとだ、あ、ほんまや。へえ。そしてここでも体力に振っていく。オッケー、これで体力40ぐらい増えたか。ちょっと闇村行くと絶対長くなっちゃうから、ちょ、次回闇村で。いやー、なんか結構ダクソ3の方が簡単じゃなくて難しいっていう、最初なんかそう聞いたんだけど、俺ちょっと断然こっちの方がきついわ。しかも、ブラッドボーン、ダクソ2、ダクソ3ってやってきたのに、これが一番難しいと思うわ。さよなら。